みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。なにわランドの地下に、こんなところが。驚くんはこれからやで。じゃじゃーん、どうや、かわいいやろ。すっげーカラフル。うちらがデコってダーリンの顔も描いとこか。トレーニングマシンみたいですね。タヌキに見えるか。これで練習して強くなったんだね。せやダーリン、これがうちらトリプル C がめっちゃ強いライモン中とええ勝負できた秘密や。へえ、どこにでもある普通のマシンに見えますね。トレーニング効果が大してあるとは思えません。そりゃやるやつによるわな。まあ本当には無理やろうけどな。やってやろうじゃないですか。やめといた方がええんちゃうか。怪我しても知らんで。バカにしてもらっちゃ困ります。さあ。まずはレベル1や。ちょっとこれで1ですか。もう無理です。なんやて。もっと強くしてってか。いえ、そろそろ行こうか。これからが本番や。強くなれたって、一人じゃできなかった僕たちが巡り会えたことにマジで感謝。シャラララシャラララララ、シャラララシャラララよ、シャラララシャラララララ、ガムシャララ。巨大な壁が僕らの目の前、勝手に道を塞いでる。それでも決して背中見せないで、仲間とゴール目指し前へ。不可能はない、みんなとなら熱い侍魂、まるで稲妻。さあ声を出せあの大空に。大丈夫、僕ら君の隣。チームステイ、まだまだ終わらせて。かなり高性能だな。うん、レベル上げるともっと激しなるで。最高レベルはうちらもクリアでけん。面白い。俺ここでめちゃくちゃ特訓したい。イプシロンとの戦いまで残り3日。ここなら今まで以上の特訓ができる。強くなれるはずだ。使わせてもらっていいか。ダメなの。もちろんええやん。前後どっちにも動くんだ。ダーリン、満足してくれた。そりゃよかった。それにしてもすごいね、君たちの練習場。うちらやないで。
ちら偶然ここ見つけて、それから勝手に使わせてもらってんねん。な？ってことは、ここの持ち主が誰か君たちも知らないってこと？さすがダーリン、よう分かるな。誰でも分かりますって。大丈夫やって。今まで誰も文句言うてきいへんし、怒られたら謝ればええやん。これだけの施設、もしかしたらまさかエイリア学園の、うん、エイリア、ああ、あのサッカーで地球を支配するとか言うとる連中か。そんないのわけないやん。うちらずっとここ使うてるんやで。奴らのもんやったらすぐ取り返しに来るんちゃうか。こいつのだ。行くよ。ゴールしたけあいつをぶっ潰せってわけか。やってやろうじゃねえか。攻守の切り替えを早くするんだ。戻れ。フォーメーションを崩すな。もう一度だ。燃えてきた。よくない。周りを見ろ。最適なポジションを取るんだ。 Yo K と M と C、 もっと離れろ。はい、確かにここのマシンを使いこなせたら短期間でのレベルアップも可能ですね。レベル1でヒーヒー言うてたやつが偉そうに。もうダーリー、めっちゃ可愛い。うちも一緒にやる。僕にも特訓しろと？いや、エースの僕には特訓など必要。ちょっと。大阪名物大集合、うまいもんサミットや。いただきまーす。お好み焼きは俺の。たこ焼き言うぞ。重い。落ち着け。なにこれ。重い。だと？差し入れありがとうな。あんたのはないで。マノ、8、9、10、11、12。何やってんだ？体に栄養がよく行き渡るように食べ物を30回食うことになってたろ。15、16、17、18、19、20。あれ、吹雪は？吹雪、一緒に食おうぜ。吹雪。デザーム様、ライモンは我らエイリア学園が廃棄した施設にいるようです。どうなさいますか？以前のあなたなら迷わず倒しに行くとおっしゃっていた。なぜ今回に限ってライモンを見逃し10日もの猶予を与えたのですか？黙って従えと言われるのですね。わかりました。あと3日、それで答えがわかる。おはよう、アキ。おはよう、遠藤くん。早起きだな。遠藤くんこそ。俺は早くあのトレーニングマシンの最高レベルをクリアできるようになりたくってさ。それで珍しく早起きなんだ。なんで笑うんだ？なんかほっとしたの。あー、もっとわかんねえ。どうして隠れたの？本当にサッカーが好きなんだね。ああ、一つのボールをみんなが力を合わせてゴールへ運ぶ、たったそれだけのことなんだけど、難しくって面白くて楽しくてワクワクするんだ。見てる私たちにもわかるよ。試合だけじゃない、
特訓も楽しい。やればやった分だけ上手くなるのが嬉しいんだ。昨日の自分を超えたって感じでさ。昨日の自分を超えるのが楽しい。遠藤くんらしい。楽しいのは遠藤だけじゃないぜ。俺たちも昨日の自分を超えるのが楽しい。だからどんな特訓にも耐えられるんだ。俺も昨日の自分を超えるっす。まずは腹筋2回っす。おいおい、今まで1回しかできなかったのかよ。よし、じゃあ今日も特訓開始だ。おみんな本当に楽しそう。サッカーって楽しいのよね。ん？どうした、アキ？エイリア学園のこと、ジェミニストームやイプシロンってどんな思いでサッカーやってるのかなと思って。やっぱり地球征服のための手段でしかないのかな。アキ、それは心を感じないからかな。心？だから試合していてもみんな辛いだけに。俺、あいつらとの試合辛いだけじゃないぜ。え？今までと同じくらい楽しんでる。そりゃシュートを受けるときめっちゃ痛かったりするけどさ、でもそんなことをひっくるめて楽しいんだ。だって俺サッカー好きだから。それに思うんだ、あいつらも本当はサッカーが好きで楽しいって感じてるんじゃないかって。どんな悪いやつだとしても好きじゃなきゃあんなすごいサッカーできるわけないからさ。そうだね。きっとそうだよ。吹雪、お前もディフェンスの特訓に参加してくれ。いいよ。このディフェンス力、吹雪がもう一人いてくれたら。我ながらバカなことを。どうした吹雪？やめだ。こんなトロいことやってられるか。なんだ、俺はシュートを決めなきゃいけねえ。完璧こそ全て食らえ、デザーム。イプシロンのキーパーにエターナルブリザードを止められたのがよっぽど悔しかったんですね。しばらく収まっていたスタンドプレーの復活ね。まあそれが魅力と言えなくもないけど。まさか染岡くんの離脱が影響しているの？今は吹雪の思うようにさせよう。あの意気込みが試合でいい方に出るかも。これなら明日のイプシロンとの試合いけるかもしれません。よし、明日は頑張るぞ。遠藤くん、遠藤くん。アキ、もう朝？違うの、今吹雪くんが。
え？一人で特訓か。今は吹雪の思うようにさせよう。吹雪、燃えてるな。気持ちはわかるけど、無理は良くない。もう寝た方がいいよ。ん？もう夜も遅い。眠らないと。休んでいられるか。完璧じゃなければ存在価値はねえんだ。でもなんか変な感じ。もないよ。壊れようがどうしようが。吹雪！大丈夫か吹雪。ああ、なんでもない。もう終わりにするよ。戻ろう。あ、ほう。イプシロン。時は来た。10日もやったのだ。どれだけ強くなったのか見せてもらおう。下にグラウンドもあったんやな。やっぱりここはエイリア学園の。我々エイリア学園の強さを改めて地球の民たちへ知らしめる時が来た。この試合を通して我々に歯向かうことの愚かさを噛みしめるがいい。愛するサッカーで自らの弱さを嫌がおうでも知るだろう。そして我々にひれ伏すのだ。本人の申し出を受けて浦部梨香さんをチームに迎えることにしたわ。よろしく頼むぜ。任しとき。フォワードは浦部さん、吹雪くんはディフェンスに入って、序盤は様子を見なさい。この一戦で全てが決まる。これを最後の戦いにするのよ。必ず勝ちなさい。はい、はい、行くぞ。俺たちのサッカーを見せるんだ。デザーム様、どれだけ強くなったかとはどういう意味なんです。ライモン中隊、エイリア学園ファーストランクチームイプシロン、2度目の対決、ライモンのリベンジなるか。エイリア学園のキックオフで試合開始。止めてみせる。おっと、カゼマル、マキアは足止めだ。カゼマル抜かせない。しつこい。マキア、ガニメデクロタル、ゼンの強烈なシュートが遠藤に襲いかかる。魔神座してる。スプラッシュ。なんてな。ダリー、なんと押しかけ新加入の裏メリカ。シュートの見せかけ一度性パス。違う。スイングライモンの逆襲。昨日と一度性のスイングブーストだ。一直近マテザム、完璧なキャッチ。ライモンゴールならず。シュートにここまでの威力は。以前より一人一人のパワーが格段に上がっている。まさか10日間の猶予を与えたのは奴らが強くなるのを待つため。イプシロンを率いるあなたがなぜ。最高だ。やれる。奴らの動きが見える。必ず勝つ。ガニメデプロタン、マジンザ反応、以前とは違う試合展開。遠藤が止めればデザーブも止める。両者互角。
の湧き立つような感覚こそ私の求めていたものだ。あんな楽しそうなレザーム様は初めて見る。なぜ急に敵を強くしようなどと。まさか奴らのせいで。未だ0対0。ボールを取っては取り返す拮抗した展開。共に疲労の色が見え始めている。いける、特訓の成果だ。こいつらと対等に戦えてるぞ。いつまで守ってんだよ。吹雪、こっちだ。吹雪、一人で攻め上がっていく。吹雪、完璧じゃなきゃ俺はいる意味がねえ。撃たせろ。こいつが今日のメインディッシュだ。ふざけんな、食らえ。エターナルブリザード。このシュート、あの時は遠距離から撃ってあれだけのパワー、この距離ならどれだけ強烈か。ワンホール。吹雪のエターナルブリザードがデザーボのワームホールに破れた。あの距離でもエターナルブリザードを完璧に止めた。牙だ。もっと撃ってこい。私を楽しませろ。それほど熱く向かってくるデザーム、熾烈を極める試合の行方は次回稲妻イレブン激闘最強イプシロン。これが超次元サッカーだ。